余圧結合アダプタ。余圧結合アダプタ。余圧結合アダプタ。プレジャーイズドメイティングアダプタ。p m a とは国際宇宙ステーションにおいて異なるドッキング機構を備えた宇宙船やモジュールを相互接するための設備である。NASA が開発した共通結合機構、コモンバースイングメカ、CBM とロシア製のアンドロジナスドッキング機構、アンドロギノスプリファーラタッチシステム。 アッパスを装備しており、ロシア側とアメリカ側のモジュール、およびスペースシャトルを結合できるようにしたものである。ISS には3つの p m e があり、最初の2つの p m e は、ユニティモジュールと一緒に、STS-88 で打ち上げられ、3つ目は、STS-92 に積み込まれて打ち上げられた。ISS 上の核、p m e は、機能的にさえはないが、 それぞれ用途がわずかに異なっている。PME-1 はあらかじめユニティ広報の結合ポートに取り付けられ、そこへ STS-88 の乗員がシャトルのロボットアームでザーリャを取り付けた。ステーションの最初の構成要素であるこれらのモジュールは PME-1 で高級的に接続されている。余圧モジュール間を結合し、通信、電力、 キャビンエアなどのケーブルや配管も結合させている主な部分である。スペースシャトルが ISS にドッキングするときに使用される。機能的には PMA-3 と同様だが、主にこちらが使用された。PMA-2 はユニティ前方のハッチに取り付けられて打ち上げられ、2001年2月の STS-98 でデスティニーを運んだときに、 ユニティから一時的に取り外されて、Z1 トラスに仮置きされ、ディスティニーをユニティへ取り付け後、ディスティニーの前方ハッチに移設された、このユニティからの PMA-2 の取り外しというミッションは ISS で初の共通結合機構で結合された構成要素の切り離しミッションであった。二千七年十月の s t s 百二十でハーモニーが ISS に運搬された際、 ディスカバリーは前日の通りデスティニーに設置されている PMA-2 にドッキングし、カナダアーム2でディスカバリーの貨物室からハーモニーを取り出し、ユニティの左舷ハッチにハーモニーを一時的に設置。ディスカバリーが ISS から分離した後にカナダアーム2で PMA-2 をハーモニーの前方ハッチに移設後、PMA-2 を取り付けたままハーモニーを 最終的な取り付け位置であるデスティニーの前方ハッチに取り付けた。PMA-1 と PMA-2 はどちらもロシア製の自動ドッキングシステム、アンドロジナスドッキング機構を使用しており、シャトルがドッキングすることができる。シャトルが ISS へドッキングするときは秒速約3センチメートルの相対速度で接近。PMA-2 に接触すると自動的に掛け金がかかり、 ドッキング、動きが止まったところで、シャトルの宇宙飛行士が、ドッキングリング引き込み、双方を確実に結合させる。PME-3 は STS-92 のスペースラブパレットに固定されて、2000年10月に ISS へ運搬された。スペースシャトルが ISS の PME-2 を使用したドッキングが、できない場合に使用された。p m i 3は、 太陽電池パドルやバッテリーなどを搭載した P6 トラスを設置するフライトであった STS-97 とデスティニーを運搬設置するフライトであった STS-98 の2回だけシャトルのドッキンポートとして使用された。PME-3 の設置当初はユニティの天帝、地球側ハッチに取り付けられ1ヶ月半後の STS-97 で エンデバーがここにドッキングした。また、STS-98 では、PME-2 をユニティから、デスティニーの前方に移設するために、アトランティス号がここを、ドッキング場所として使用した。2001年3月の STS-102 では、運ばれてきた多目的補給モジュールの取り付け場所確保のため、一時的にユニティの左限ハッチに移された。さらに、 STS-120 で運ばれたハーモニーの仮設置場所確保時やトランクウィリティ取り付け時にも一時移設され、現在はトランクウィリティの左減ハッチに設置され、荷物の保管場所として使用されている。余圧結合アダプタはボーイング製でアメリカのスペースシャトルがロシアの宇宙ステーションメールに接続できるようにするためのアダプタによく似ている。 似ているのはアンドロジナスドッキング機構であり、ミールのクリスタルモジュールに結合されたドッキングモジュール、ロシア製でシャトルで運搬と PMA の構造は形状からして別物である原文である英語版の勘違いか。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。